ママ、どうしたの？いきなり。もちろん、お付き合いさせていただいている方はちゃんといるわよ。斜面をくれって。わかったから。タケル君、ちょうどよかったわ。ちょっと協力して。笑って。あ、秋先生、治療を。その時は、思いもしなかった。あれ、俺、なんでこんな。で、ここって。うっ、うっ、うっ、うん、なんじゃこりゃあ。秋ちゃん、初めて恋人ができたのね。記念に二人きりのスペシャルな旅行をプレゼントするわ。帰りの船は2日後にやってくるから、忘れない思い出をたくさん作ってね。あ、食材がある。